こんにちは、こんばんは、星ちゃんです。今日なんですけどもですね、はい、私がちょろちょろこの間から買ってる、はい、買ってる、はい、スペインのお店さんから、はい、届きまして、はい、シバスデスキャルゾーね、はいはい、まあ、通称 SVD、はい、まあ、ちょこちょこ買ってるんです、ここで、はい、まあ、この間の動画でもアンカバ、はい、とアデュー、はい、との靴もここで買った、はいはいはい、で、また届きました、はい、超セール品が、はい、買ってますね、靴ばっか、靴ばっか、はい、靴ばっかだよね、靴とユニクロばっか、え、ユニクロ、うん、かもしれない。いや、服ねえんだよ、あんまり欲しいのが今。そうなんですね、うん、まあ、服って通販で買うって結構難しいっすね。そうなんだよね。ちょっと、ほんと箱が、箱、すげえ、ぶっ潰れてます。これ、ボコボコですね、ボコボコですね、ボコボコです、はい、はい、コンバース、コンバース、コンバースが、これが、なんだっけな、ERX260、はい、これ、コンバースで思い出したんですよ。なんだよ、あれ、何、ブレインデッドの、ブレインデッド、見ました？あ、見たよ、あの、厚底の、うん、あれ、いいっすね。あれいいの？あれ買おうかな。あれとなんとかちゃんみたいなあったじゃないですか。フェンヤンちゃんだっけ？俺忘れちゃったけど。まあ、その2足は買おうかなと思って。あれ下がんないよね。下がんないですね。うん、あれ俺も欲しいもんだって。エッセンスなくなっちゃったんですよ。あ、なくなったの？はい。でもあのここ残ってるでしょ？SVD は。あ、残ってます。あのプロパーで。はい。あれは俺も下がったら行こうかなって。そこそこするんですよねあれ。160ユーロぐらい。そう、確かに。で、ね、2枚ぐらいだよね。はい。うん、もうちょいでね。そうですね。なんですよ。はい。で、こいつがコンバースなんですけど。はい。はい。もうちょっと上げ、パーッと表を上げましたよね。はい。こいつなんですよ。ああ、僕の好きな。そう、そう。バセが好きな。I am soloist。I am soloist。でございます。あの、靴ばっかなんだけどね、俺はね、ソロイストの場合はね。僕、残念ながら。なんだよ。ソロイストで。うん、スニーカー系いいと思ったこと一回もないんですよ。ん、俺はあの服買えねえからこっちに走るしかねえのよ。でもまあこれは単純に形が好きだったっていうね。おっしゃがちょうどそれ、うん、ソロイストそれ買ったってことで、これ僕本ちゃんのソロイスト買いました。2着ほど。なんか言ってたよね。2着ほど。なんか言ってたよね。はい、ちょっと見てねえからさ。はい、それ偽物と本物の違い。なんで偽物と本物って。フェイクじゃねえよこれ。これコラボでしょ。そんなの安いけど。そんなのソロイストじゃねえし。そんなソロイストじゃねえ。はい。これ半額です今半額。はい。この SVD で。はい。50ユーロ。はい。8000ちょい。はい。ぐらい。はい。60ユーロかわかんないけど、まあ日本円で8000ちょいです。はい。ただゴールデンサイズがちょっと欠けてきてます。あ、そうなんですね。でも、内容は先ほど見たらありました。はい。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。まあ、これが、この入ります。まあ、これで多分、前黒も出たよね。出たっす、出たっす。出たよね。はい。の白バージョン。はい。はい。コンバットブーツタイプ。そう、コンバットブーツタイプね。ウェポンではない。ウェポンではないです。ウェポンっぽいですけどね。うん。それ何なんですかね、その形。さっき言ったじゃん、俺。何すか？え？何すか？俺、品番っていうか、俺、品名が知らない品名なんだけど、はい、ERX260、はい。なんかナイキになってから多分あんまちゃんと表記しなかったっすよね。そうそう、ナイキになったから全然形も変わってきたからね。チャック・テイラーだって CT ですもんね今。そうね、だからもう CT になっちゃったよね完全にね。 ER なんとかで多分あれなんじゃないですか、名前変わってんすか。なのかね。じゃあソールもだってさ、コンバースでもほらナイキで使ってるあの、うん、なんだあの資源ゴミ使ってるやつあんじゃん、リサイクルか、はい、リサイクル素材でやってる、はい、だからもうナイキの傘下だからもう結構混ぜちゃってんじゃん、いっぱい。あ、うん、でこれ裏がね、はい、こんな感じです。そうですね、ジップぐらいはあれ本ちゃんの使ってほしかったな。引き手、はい、これ、はい、これね、これはもうそれただの YK ですもんね。これただ、うん、その YK のレギュラーなんで、はいはいはい、まあ別に8000だったらいいんじゃないですか。まあけど俺そもそもその単が分厚いの好きじゃないし、うん、って言ったよね前から、はい、俺はほらこの単別に気にはなんねっていうか、俺もともと俺高校の時からスラッシャー上がりだからさ、スケボーのスラッシャーじゃねえよ。なんすか、あのバンドのスラッシャーだったから、みんなほらアーティ外国のアーティストがみんなホントジョーダン1とか、はい、この手の白いやつと、はい、ベロが結構ごついのにスキニーパンツ突っ込んで入ってたから、はい、ユーイングその後だよ。85年6年だからね、はい、うん、その頃だからホントナイキのバッシュとか、はい、まあ、たまに言う俺が言うアビアとかね、はい、LA ギアとか、はい、あの辺のバッシュを履いて
みんなベルはこういう厚ベロでみたいな。ちょうど僕だからソロイスト本物2個買ったんで、うん、そっち見せます。そっち見せます、はい、え、これかわいそうじゃないこれ。大丈夫だってそれ本物じゃねえんですよ。本物一応コラボね。これコラボです。なんか、まさやがなんか買ったっていうの俺ちょっと見てないんで、あのちょっとあのなんか持ってきてますけど、まず1点最初点あの私これなんですけど、ちょっと見てないんですよ。あのこれ服だよね。服です。あのここだと着れないんで、布着れないんで、はい、あのちょっとまた変えますね。ここ変えてみせます、はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、はい、ということで渡されましたけど、はい、本物を着用しました。初見でございますこれ。はい、はい、ポンチョポンチョね。はい、すごいねこれ。すごいです。フリンジの長さもすごいし。おすごいね。すごいですよこれ。どうなん、俺ちゃんと鏡見てるのが分かるんだけどさ。まあいいんじゃないですか。まあいいんじゃないですか。いいんじゃないですかってか、まあまあ誰が着てもそうなるしね。これはおいくらなんですか。これは確か定価は30万円近かったと思います。30万、25万だったかな。まあでもそれぐらいで、いくらで買った。いや買った値段は言えねえし。言えねえ、はい、でもいわゆるこれセール一発目じゃん。キャリーだけど。そうですね、キャリー品のブツだけど、はい、今年のセール、秋冬のセールの一発目。そうですね、まさやが買ったですね。はい、これすごいよね。すごいです。言うことねえっすって感じですよね。もう細かいところ全部処理が。近く行っていいじゃん。はい、あのディアスキンのパイピング、これ見えます。はい、これ全部あのロック学士で全部。これディアスキンなの。ディアスキン多分、はい、ディアスキンで全部パイピングしてますこれ、はい、あのロック見えないように。縁もね。ここも全部ね。でね、今着ちゃってるからあれなんですけど、うん、その中ネック周りの伸び止め、ネック周りの伸び、こことかこの脇のここのラインとか、あ、ここか、はい、ここ見えるの。そこも全部ディアスキンで。これ見えてるこれ。はい、あ、あるね、はい、あるね、ここに、はい、だから要は全部ロックがハゲの部分全部叩いてるんでしょ。そうです、ね、パイピングが叩いてるかって隠してんだよね。はい、はい、すげえなこれ。いや俺見てねえから、来ちゃってるから分かんない。ボタンもすごいと、脇のとことあのフード部分に1個ずつついてるんですけど、あのまた近く行きますけど、ボタンホール分にも一応このディアスキンが。そうです、ね、はい、超細かいです。しびれるですね。しびれるね、もうアートです。作品です。作品だよね。作品、値段が作品だからね。はい、まあ、まあ、ポンチョってことで、はい、着れるアートを購入しましたっていうですね、はい、この感じ、はい、じゃあ次のちょっと俺これ超欲しい、見た瞬間欲しいなと思ったんだけど、はい、これちょっと着てみますね。はい、はい、見て、え、はい、次ちょっとまた着てみましたけど、はい、これやばいね。やばいっすよね。これやばいね、はい、これまた後でちょっと、もちろん全部ソウラ近く行きます。はい、あのちょっと見えるか分かんないですけど、あのこれ見えてます。当たり前のように全部細かいとこを見やすい、あの全部、要はね、この見返しの縁ね、はい、とか全部、はい、あとこれなんだこれ、要はポケットのあれか、ロックかけてるね、はい、部分がもう全部ディアスキン、はい、ディアスキンのパイピングです。あの脇も全部ですよ。これ脇がこれまた伸び止めみたいな感じ、はい、ここも全部、はい、ディアスキンです。身頃とリブのつなぎ目もすからね、ここね、はい、ここ見えてるのかこれ。ここもね、だからこれすっごいディアスキンで薄いじゃん、はい、すごいよね。ミシンがちょっとやっぱどうしようもないからさ、つられちゃってて、はい、よくやるよねっていう、はい、これすげえよね。決して綺麗ではない、綺麗ではないんだけど、やることが半端じゃねえっていう。そうですね、これすごいですよこれ、はい、これまたすごいよね。また近く行ったからこれ、まあ、初見が初見で俺もよく分かんないんだけどさ、はい、これエンドのパーツを使って、エンド、あの俺よく分かんないんだけど、なんだっけ、シルバーアクセサリー、はい、で裏が、あ、裏ね、これ、はい、エンド、これ見えてます、これ見えてます、はい、ジップの質で全部それになってますね。これすごい、あ、そのパーツだけで1,2,3,4,5,6、あ、どこだ、あ、ここか、はい、ここ脇ね、はい、だから要はここが脱着できるんでしょ、袖がね。そうです、
脱着してみたんですけど、多分脱着して着ることはなさそうですね、うん、これ、はい、これでもこの持ち感だったら脱着してもよなんか良さげじゃない？いや、なんか結構みすぼらしい感じになったんで。本当？はい。あと両袖にあるユーティリティポケットね、はい、はい、俺の頭の中は見た瞬間マーハリシになっちゃったけど昔のね。ただねちょっと残念だったのが、うん、残念そのねジップがタロンじゃなくなってるんですよね、うん、あこの YKK かね、はい、あーそういうことね。前までタロンだったんですよ、まあ、全部かどうかわかんないですけど、うん、僕が持ってる革パンとか、うん、その引き手がついてるやつは、うん、ねタロンだったんですよ。あ、全部ね、はい、持ってるやつはね、はい、それが YK に変わっちゃったっていうね。そうですね、うん、ちょっともったいないよね。はい、まあまあ別に全然いいんですけどね、かっこいいんで。もう後ろがこの辺です。星ちゃんの靴と同じ言葉は書いてあるんですけど雰囲気が違いですね。うるせえな。これが本物の揃いそうです。うん、そうだね。行かれた行かれた。え、このキックスは違うの？なんかそれとかこのキックソはなんですかね、もう商売の匂いがするし。これはなんて商売じゃん。それはそうだよ。商売の匂い。コンパスのコラボだ。はい。商売の。これはもう商売じゃないよね。それは商売じゃない。30万とか35万だともう商売じゃないよね。商売ね。もう何でかわかんないです。もう本当作品で。はい。これを本当定価で買ってる人が世の中にちょっとでもいるって考えると、20人ぐらいいるのかな。いるんじゃないですか。いるよね。はい。だよね。はい。これはでも良さげじゃないですか。そうですね。マジな話で。はい。はい。まあそれとつながりでちょっとマサヤもちょっと買ってたから。そう。最近ちょうど買ったんで。うん。だから俺もちょうどこの安いやつがね。はい。届いたんで。はい。したらこれぶち込まれたからさ。はい。これ買ってたんですみたいな。本物の揃い人。うるせえな。まあこんな感じなんですよ。はい。まあ今日はちょっと揃い人のね。はい。ちょっとお互い買った購入レビュー、はい、お互い買ってた購入レビュー、そうですね、っていう形で偶然ちょっと俺の安いコラボの靴と、はい、マサヤが買った、はい、本ちゃんって言ったらいいの？まあ普通の作品え作品です。まあこんな感じなんですよ今日は、はい、こんな感じで一応うちらはこういう服も買ってますよっていうね、はい、今までちょっとその人とか結構マサヤ、はい、買っても動画に上げなかったから、はい、うん、一応こういうのもうちらは、はい言ってますっていうね。はい。はい、てな動画になりますが、はい、今日はこの感じのでしょうか。はい、大丈夫です。はーい。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。